ということで、次はランちゃんに100の質問、大人編をしていきたいと思います。はい、お名前、年齢を教えていただけますか？ウランです。23歳です。好きな言葉は何ですか？好きな言葉？ありがとうです。ありがとうです。好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物は、最近めちゃくちゃ辛いのにハマってて、韓国料理好きです。苦手な食べ物は何ですか？唯一食べれないのはナスビです。美味しい。見た目がゴキブリみたい。好きな異性のタイプは何ですか？苦手な男らしくて男臭い感じ。なるんですかね。苦手な異性のタイプは何ですか？すぐイライラする。店員さんにタメ口の人みたいな感じですね。ちょっといや趣味は何ですか？趣味、最近ゴルフにハマってます。おー、大人。特技は何ですか？特技ないです。どんな仕事をしてますか？パチンコ店、ベランティア本店で働いてます。ここで、癒されるのはどんな時ですか？子供がいるので子供とおる時ですかね。好きな音楽は何ですか？多分世間の 2,3 テンポ遅れて聞くんで。カラオケとかもいい？行くけど、イヤホンで聞かん。浜崎あゆみも好きやし、そう、誰やろ、あんま分からん。ペットは飼ってますか？ペットは犬飼ってたんですけど、今は飼ってないです。犬派です。犬がアレルギーなんで。そうなの？機械国はどこですか？もうこれは完全どこの国か忘れたけど、オーロラ見に行きたいんで、オーロラが見れる国。どこ？どこなんですか？オーストラリア？オーストラリア？どこやでっけ？忘れた。なんかあるんですよ、見に行きたいな。ニュージーランドとか。ああ、行かない。名前的に知らんけど。知らんけど、やっぱり。好きな数字は何ですか？もう完全に4です。もう携帯番号もほぼ4です。ほぼ4言っちゃっていいの？そう。何やりました？4が好き。恋愛で一番大切なことは何ですか？相手のことを思いやれるかどうかが結構重要ですね。何かとしない。似てる有名人は？ないなんかでもこれも寝たいけど。めちゃくちゃ仲良い子、中学生の頃から仲良い子に一回ゲンキングに似てるって思って、もうゲンキング似てるね、多分ゲンキング、ゲンキング似てないと思うけど。似てない。人生で一番辛かったこと？一番辛いがあんまりないかな。楽しかった。楽しかった。辛くはないけど、そこまでなんか辛っと思ったことないですね。でも、楽しい。結構ハッピーで。好きな花は？これ母の日にもらった子供からの花は嬉しかったし、好き。好きだから。花は何でも嬉しい。何でも嬉しい。好きな色は何ですか？色はこれ完全に白。白？白とかベージュとかグレーとか、なんかその合わせやすい感じ。そう、そっち系の色が好きですね。香水は何使ってますか？あんまり香水使わないけど、今ハマってるのが白の香水とジバンシーの塗り香水みたいなやつと黒いですね。好きな季節は何ですか？季節は秋。小さい頃の夢は何ですか？保育園のやつ見たら二人やプリキュアでほのかって書いてましたね。今の夢？今の夢は特にないけど、後悔しないように生きようっていう目標はあります。だから欲しいものは何でも欲しいです。確かに欲しいものは何でも欲しいです。何でももらえたら嬉しいです。お金が欲しい。お金ね、こうやって欲しいね。家に帰ってまず何をしますか？家に帰ったら、もう家
ジ全般あすごい、ね、漫画とかみたいな感じですね。ほらみたいな、ちゃんと今日みたいな次これこんな感じですね。お風呂でどこから洗いますか？顔ですね私。あそう、メイク落として洗顔して頭で、最後からだ。逆ジャムポイントないです。ないないです。まつげでいいんじゃん。まつげでそう、今調子いいんだ。まつげで褒められるところはどこですか？褒められる見た目こんなんなんで適当そうやなみたいなよく言われるんですけど、前の職場とかでも意外にやるよなってあはありますね。そう覚え早いよなみたいなのはめっちゃ言われます。いいな。ただ結構誰でも喋りますね。人見知りしないで調子はどこで気さく？あ、そう気さくってやるんですね。確かにめっちゃ話しやすい感じ。短所はやる気失った瞬間にもう無になります。あ、もうちょっといいやみたいな感じでチーンってなってます。下がってくる。ここ最近の睡眠時間は何かですか？最近はもうほんまに短くて4時間、5時間とかですね。基本2時ぐらいに寝るんで、子供が全く寝ないんで、寝かしとったらもう早くみたいになって、自分のことやったらもう2時ぐらい、で6時半には起きるからまた朝かみたいな。また朝かって思う。やっぱり男の人になって、あ、こういう女だよなみたいな感じになりたい。好きな居酒屋さんのメニューは何ですか？これは結構あるんですけど、山芋のナムルみたいなとか、梅クラゲとか、クラゲ好きなんでクラゲポン酢とか、ほんまにおつまみ系、大好物ですね。好きな焼肉屋さんのメニューは何ですか？タンとミノ。好きな寿司のネタは何ですか？つぶがい。結構おらんけど、つぶがいはめっちゃ好きです。絶対行ったら3皿ぐらいは食べますね。好きな車は何ですか？あんま興味ないんですけど、まあ、とりあえず乗れて、いっぱい荷物詰めて車揺れてるから、あんま揺れない車がいいですね。どんな性格ですか？どんなんですかね。聞く。なんやろ、ギャルはやる。それって動きが面白い、見たら笑えるみたいな。そんな感じ。好きな異性の表情は何ですか？表情っていうか、笑った時に頬に線引くと、メジーの表情の線。異性の好きな仕草は何ですか？ふとした時の気遣い、仕草じゃないって、あ、そこ見てたみたいな感じの。異性の好きな体の場所は？血管浮き出てるの好きでしたね。めっちゃ広く感じ。そう好きな人と行きたい場所はどこですか？行きたい場所、海外旅行とかほんまに行きたいですね。行ったことないから怖いけど、私英語できひんし。友達と行きたい場所はどこですか？どこ行っても楽しいから、とりあえず張っちゃけたいですね、みんなと。尊敬する偉人は？偉人むずい。何偉人って何？あ、福沢諭吉的な。諭吉で諭吉もし3億手に入ったらどうします？家建てて、豪邸建てますね。豪邸。親友の好きなところ。言わんでも分かってくれてるみたいな。そうよなみたいな。裏ってそうよなみたいな感じのところが、やっぱり分かってくれてるなってなりますね。自分の自慢。自慢？自慢？自慢？ないですね。ないです。ないです。なしで。くすぐられると弱い部分は。くすぐりそんなに弱くない。今どんな服装？今こんな感じ。そういうことじゃない。そんな感じです。涙はおもろいですか？あ、涙もろくなりました。子供産んでからもう何でも泣けます。映画見たら絶対泣けます。泣けそうになったら我慢する？しません。泣きます。泣いた方がすっきりするから泣きますね。よく笑う。よく笑います。一緒笑います。どんな笑い方？こんな感じ。こんな感じ。こんな感じ。好きなお笑い芸人は？これはもう、ジャルジャルさんですね。はい。面白い。毎日食べるとしたら？辛いの結構いけるくない？いける。いけるから。すっきりするからいけるから。辛いの食べるかな？好きなドラマは何ですか？もう、愛の不時着は完全に面白かったね。あれはほんまに良かった。感動するしな。あれは好きですね。
好きな漫画は進撃の巨人は面白かった。え、見た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 全部見た。あ、全部見てない。途中で映画いいやなと思って見ないやった。好きな映画は何ですか？映画はサメ。サメにハマってる。そう、サメにハマってて海外のサメの映画は好きですね。感じながら他人に言われて腹が立つことは何？腹立つこと、ないやろ。腹立つこと、わかりません。その時その時で違うからわからんかな。あんまり。泳ぎますか？泳ぎます泳ぎます泳ぎます。好きなお菓子は何ですか？最近ハマってんのが梅の、なんだっけ、かば焼きさんとかのシリーズの梅があるんですよ。あれにハマってます。好きなケーキは何ですか？ミルクレープ、かな？なんか感じするミルクレープ。好きな野菜は何ですか？野菜はレタスとかキャベツ、そっち系はめっちゃ食べますね。好きなフルーツは何ですか？フルーツとか結構好きやから何でも食べますね。桃かな？梨とか桃、そっち系美味しい。冷蔵庫にいつもあるものは、キリ。あー、キリ、キリ。あれのなんかクッキーのつけるやつがあるんですけど、あれはもうめっちゃハマってるんで常に2個か3個はストックあります。一番最近買ったもの、服を爆買いしました。何曜日が好き？日曜日。休みの日曜日。安定に休みなんで日曜日で。好きなキャラクターは？キャラクターって何？何アンパンマン。つい買ってしまうのは？服。ストレス発散になれるね。服。生で見た芸能人は？女優さん、一人見たんですよね。名前出てこない。チュートリアルの作井さん、橋本まなみさんもあります。怒るとどうなりますか？怒ると黙ります。マジ黙ってます。あ、黙る感じで捉えるよみたいな感じで無視します。あとは分かる。今目の前にあるものはカメラ。カメラ。今日最後に人が話した話題はお店の話ですね。商品何にしようかなみたいな、何が好きかなみたいな話をしました。口癖は何ですか？しんどい。しんどい。しんどい。だるとかよく言う。やだとか。理想の睡眠時間は何時間ですか？永眠。それ死んでるって。なんかもう好きな時に寝て好きな時に起きたい。確かにって感じ。睡眠時間というか好きな時に寝たい。そんなに。今まで見た夢で印象的なのは何ですか？高校生の頃に毎日のようにマンションから飛び降りる夢を見とって、ほんま連続で毎晩毎晩見とって、でもなんか意味はめっちゃいい意味、なんか新しいスタートを しようとしてるみたいな意味やったんで、よかったけど、マジで怖かった。ブーみたいな感じで起きるからめっちゃ怖かったね。落ち込んだ時の立ち直り方は？子供に愚痴を吐きます。何言ってるか分からんからトーってしてるだけなんで、あーってなりますね。明日はデート、どんな心境？どこ行こう、どこ行こう何行きようみたいな感じ。あ、考えちゃった。考えちゃう。緊張とかは何？ない。好きな人に冷めるのはどんな時？すぐイライラされるとかは嫌だなって思いますね。遠距離恋愛は平気ですか？無理。無理。いける。遠距離してた。無理です。絶対に遠距離何してるか分からんし。確かに怖いよね。浮気は許せますか？この人のことがどれぐらい好きかによります。めっちゃ好きだったら許せるかもしれないけど、束縛大丈夫ですか？大丈夫です。そんなに激しくなかったら大丈夫です。入浴時間はどんくらいですか？30分か1時間ぐらい。長い？1時間だと結構一般的な感じか。どんなやばい時間。最近友達と行く予定の場所は？コストコ。おー、コストコに行ったことがなくて、ずっと行きたくて、
今週連れてってもらいます。最近楽しみな予定は？コストコ。コストコ。持っている服は何色が一番多いですか？白黒、あとオレンジ。好きな模様は何ですか？なんかよくわからん模様。なんていう模様かわからへんねん。あ、名前？そう模様の名前。そうそう、でも見たら、あー白な女子はってなるような模様を想像してください。待ち受け画面は何ですか？子供です。占いは信じます？どんな占いかによる。めちゃくちゃ当てられたら信じるけど、なんか絶対そんなん大丈夫分かるやんってことやったら信じないですね。うん。集めているものはありますか？集めているものないです。明日の予定は？休みなんで子供連れてどっか行きたいなと思ってますね。今我慢していることは？旅行は結構我慢してます。体調管理大事なんで。この時期はね、ちょっと我慢してますね。好きな雑誌は何ですか？雑誌読まないです。読まないです。これにハマってます。黒い辛いの食べながら、お酒飲みながら、つまみを食べながら、サメの映画を見る。最高です。今まで頑張ったことは何ですか？受験だから、そんなことないから今頑張ってます。よく行くお店は何ですか？友達が店長している焼き鳥屋さん。最近結構食べに行きますね。そこに美味しいし、焼き鳥好きなんで、JR 灘の焼き鳥屋、昨日も行ってました。 S ですか？ M ですか？友達とその話になって、どっちかというと M かなって。 S 気はない、ガン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 。どんな子供だった？めっちゃ人見知りすごかったらしくて、ディズニーランドにおるミキとか、そういうのも無理で、お兄ちゃんいるんですけど、戦隊ものとかのショー行っても、もう無理で、もうギャン泣きみたいな。ギャン泣きで、全部写真ないって言いました。今でも反対的な？今でも反対、そういう感じやったらしいです。今叫びたいことは何ですか？寝たいみたいな。今から何をしますか？もう帰って、子供迎えに行って、ご飯作って、明日休みなんで、飲みながらサメでも見ましょうかね。YouTube の撮影で、沖縄行くことになった時に、海とか入りますか？入れるけど入りたくない。沖縄はサメめっちゃ出てるイメージ。結構あのガチで出てるイメージで、結構事件とかもあるから、浅瀬でもおると思ってるんで嫌ですね。なんならみんなもよう入るなと思いながら見守りたいでいますね。逆に川はどうですか？浅瀬しかないとこやったら全然行けるし、お母さん釣りするから潜ったりするのも行けるけど、なんか滝に飛び込むとか、深いとこがあったらもうサメが多いと思うんで、絶対に。かわいい。絶対隙間から入ってくるんで、もう綺麗にそのジャマをガブみたいな、てかあるから NG で。映画の見過ぎしたら NG なんで、ちょっとこれは怖い。急に来るよね、サメは。ホアさんが釣りするって言ってましたけど、最近の YouTube で鬼山さんが釣りに来てたと思うんですけど、全然行けます。ガチなんで、お母さん全然骨予約で、マジで全然装備で行ったりして、全然泊まりがけとかね、私行かないんですけど、釣れるなら釣れるなら釣れるなら一日で釣れへんのって辛い。いつものそう釣れなかったわ。新メンバー4人と、リコちゃん、あやかちゃん、はるきちゃん、7人で釣り行ってみようと思います。やば。大物狙って。大物。一人一匹は目標で。絶対ギャーギャー言う。やばいな、絶対。飾り倒す。紐みたいな。YouTube の企画で2人でなんかやりたいこととかありますか？2人でやったら福岡の食べ歩き。2番全然切れる？全然切れる。ダメに。あ、無理だ。無理だ。ふわってするのが無理なんや。上がってるのはいけるよ。だからこの降りる瞬間にふわってするやん。それがもううってなる。なんか乗った後に1人だけも完全にテンション下がってるなって感じもいいなら乗る。富士急めっちゃ行きたいんだから。ああ、富士
センキューね。かわいい。絶叫大好きで。私、万歳くらいしやばい。やりうん。やるかも。確定ジャンプも怖くない？だって、綱切れたら終わりやん。確かに。でも、下海やったら絶対サメおるよ。それこそ。エイペックスでゲームしてるんですけど、うん、そのゲームをしてみたい。で、さあなんかグループ作れるの？3人1組なんやけど、なんていうんだろう、そのゲームしたことない人、絶対プレイがおもろいから、それを見てみたいみたいな。何が全然。そう、なんかねみたいな。勝負できる人と、振り分けてみたい。みんなライブ映像みたいな感じで。100の質問全部終わりましたので、最後にウェラジオチャンネルをご覧になってる皆さんに一言お願いします。一言、これから7人いてるんで、みんなで楽しくやっていきたいなと思いますので、ぜひ見てください。はい、せーの、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。